エスペランスは、オーストラリア連邦の西オーストラリア州の南部に、位置しゴールドフィールズ、エスペランス地域に属する都市である。人口は、約1.2万人で、主な産業は観光業、漁業、農業である。エスペランスの位置エスペランスは、オーストラリア大陸の南岸に位置する港町であり、漁業が行われてきた。また、南極大陸の方向から見ると、マニ 南オーストラリア海防ンが存在し、遮る陸地がないため、浜辺では大波も見られ、これを求めてサーファーが訪れるなど観光地でもある。典型的な地中海性気候であり、夏は暖かく乾燥し、冬は涼しく湿っている。州とパウスからは車で7時間半、飛行機でも1時間半はかかる。にもかかわらず、旅行などで来る人は多い。 北に4時間ほど車で行くと、鉱山の街であるカルグーリーがあり、週末に出かける鉱山労働者にとっても便利な街である。エスペランスは良好なビーチに恵まれており、サーフィン、スキューバダイビング、海水浴のメッカである。近くには塩湖であるピンクレークがあり、湖内に生息する構想により、光の当たり具合によってはその名の通りピンク色に輝く。近くには、 国立公園もある。エスペランスの歴史は1627年、オランダ船のグルデンーパート5がこの付近を通った時に遡る。最初に上陸したのはフランスの探検隊で、その際に船の名前を取ってエスペランスと命名された。その後にはイギリスの航海士であったマシュー・フリンダースが海図作成のために近辺を航海した。 1870年代から定住が進み、開発が行われ、現在に至る。ありがとうございます。